どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレブガズでございます。今日はですね、皆さんちょっと面白い動画をこちらにシェアしていきたいと思います。今日はね、2022年の8月の25日なんで、今日は G ラボウクレレ、はい、ガズのウクレレたちの、販売と予約が再開される日でございます。お昼から再開されておりますけど、はい、今回はね、昨日もお伝えしたように、この G ラボの新しいラインナップ、ブラックビューティーモデルがラインナップに加わったりとか、まあ、いつも皆さん毎度おなじみのこの薄レレだとか、わがままウクレレだとか、ガズモデル、たくさんのラインナップね、ホームページ上に今ありますんで、ぜひちょっとここのリング、ここにリンクと概要欄にも貼っとくんで見ていただきたいんですけど、このウクレレたちをですね、皆様がこう購入していただいた際にですね、どのようなチェックが、行われているか、もちろんベトナムでね、モジャ君率いるもう精鋭たちがですね、向こうで最終チェックをするんですけど、その後ですね、やっぱこう国境を越えてきて、いろんなこう湿度とか、気温の変化とか、気圧の変化にさらされているわけですから、日本に一回も入ってきた後もですね、もうバッチリ、もう一回最終チェックを、しております。誰がやってるかというと、 G ラボジャパンのですね、ウクレレ担当の吉本、ミスター吉本さんがですね、一本一本本当にね、精魂込めてチェックしてるんですよ。最終チェックをね、皆さんのお手元に発送する前に、その様子をですね、 Vlog にしておりますので、この後その動画をシェアしていきたいと思います。なのでこの動画を見ていただいたらですね、すごい安心していただけるんじゃないかなというふうに思います。で、吉本さんはその G ラボスタッフのね、くれる担当吉本さん、ものすごいですね、こうなんというか、まあ動画見てもらったら分かるんですけどね、すごいなんとも言えない、しっかり者でございましてですね、本当に頼りになる存在でございまして、ガズのウクレレたち、皆さんお手元に届く際は彼のチェックが入るということで、すごく安心していただけるね、要素になるかなと思って、今日はね、その Vlog 見てください。はい。重ねですけど、概要欄にね、ウクレレの注文できるページ貼っとくんで、ぜひご覧になってください。それでは、その Vlog ご覧になってください。どうぞ。
けどいいかな。